はい、皆さんこんにちは。それではね、妖怪ウォッチ3続きをやっていこうと思います。では前回手がかりをねいくつかゲットしたということでね、まあ、ダイモン教授のところに戻って続きを進めていくわけですけれども、魔人か、なんかどういうボスが出てくるか楽しみですね。いやもうねすっかりあのマックともね仲良くなっちゃって、一番最初に、ね、言われた衝撃の一言が私未だに忘れられないんですけれども、まあよかったよかった。なんかな、子供はスッキリしてるもんね。寝たら忘れるって言うとそこまで行くとちょっと失礼かもしれないけど、ね、ダイモン教授は手がかりを見つけてきたよ。やるじゃない。どんな手がかりが詰まったの？そういえばマックいなくなってる。あれ、あ、いた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 。なるほどね。じゃあ一つずつ整理していきましょう。まずノースピスタ地区の釣り人が噂の中心だったことについて、このことから現場についてある程度考えることができそうね。釣りをしてる人ってことは川沿いってことかな。そうでみすね。あと聞いた話じゃ転んだら泥だらけになったって言ってたから、地面が土ってことだよな。川沿いで地面が舗装されていない場所をさらに絞り込めたわね。あと入り口が足元から光を放しながら現れたって話もあったでみすけど、足元からってどういうことでしょうね。足元から下から上に上がる扉、あ、もしかしたらシャッターのことじゃない。なるほどね。私も今そう言おうと思ってたの。本当かな。あんた今思いっきりなるほどって言ってただろ。じゃあ情報をまとめましょう。つまり魔人の部屋は川の近くである地面が舗装されていない場所にあるシャッターのある建物ってことね。何か心当たりはないかしら。いやいや、そんな都合のいい建物そう簡単にありゃしませんって。あるぞ。え、本当？あ、確かノースピスタ地区の西側に倉庫があったはずだ。あそこな、土の地面だったはずだぜ。ならそこに行ってみましょう。ゴーゴーゴー。わー、あれ、また夜に行動とかじゃない。あ、よし、じゃあノースピスタ地区の怪しい倉庫に行こうということで、あ、なんかあった気がするね。なんか入れない建物があった覚えがなきにしもあらずなんですけれども、覚えてる？みんな、倉庫倉庫。あ、やっぱずっと、あ、そうだよね、川を越えて奥の方に行くんよね。よいしょ、もうめっちゃ車道走ってるけど、よいしょ。で、こっちか。で、ずーっと奥行って、あ、そう、ガレージか、ガレージ、ガレージ、あったな。あったあったあった、よし。こっちよ、太陽くん、早く早く。ダイモン教授ってば、行動が早いでみすね。俺たちも早く行こう。よし、じゃあちょっと一回ね、セーブさせてくださいの。あ、アイテムあった。あ、身代わり人形いいね。逃げられる。よいしょ。なんかウォッチランクを上げてね、あの、行ったことはないところ行きたいんですけどね。ちょっと日記書きます。よし、じゃあ行きますか。確かに全ての手がかりが示す場所はここで合っているよね。しワクワクするな。うん、ここが魔人の部屋なのかな。いや、やっぱりやめときません。奥に進んだら出てこられないとか怖い噂もありましたし。安心して、私の考えが正しければここには特別なゲートが隠されているはず。でも見た感じ普通の倉庫だよね。この後どうするんだ。ふふふ、こんなこともあろうかとちゃんと秘策を用意してあるの。強い光が出るから目を閉じていてね。わかった。いけ、気まぐれ見破るール、それ。お、ふう、もういいわよ。あ、なにこれ。なんだこれ。ビンゴ、思った通りね。さあ中に入りましょう。本当に入るんでみすか。マジの部屋でみすよ。いいからいいから、ゴーゴーゴー。やばい、みんな乗り気やん。怖っ。じゃあ行ってみるか。え、わー、なんだここは。ここが魔人の部屋。この部屋は外とは違う異次元空間みたいね。しキラキラしててなんかワクワクするな。こんな場所があるなんて知らなかったです。すげえな太陽。え、オーケー、オーディエンスの皆さん、みんなウェルカムだぜ。あげてけあげてけ、出すやつのセンキュー。ワクワク行こうぜ。ここは気まぐれパーリールーム。やべえ、なんかパーリーピーポーみたいなやつが。え、今のもしかして魔人の声？なんか思ってたのと違うんだけど。
椅子すごくテンションの高い声が響き渡ってましたね。すごいすごいわ、やっぱり私は間違ってなかったのね。しししし、やったな、さすが太陽だぜ。太陽くん、これからこの部屋を徹底的に調査していくから、もしかして今後とも協力よろしく。あ、なんだ、なんかボス戦になるかなって思ったらならなかった。でも魔人に最後多分会えるんだろうね、きっと。とりあえずここで終わりなのかな、一回ミステリー解決。あー、終わっちゃった。なんだ、なんか魔人と対決するのかなって思ったらまた後々になるんでしょうかね。まあいっか。はい、まあまあいいでしょう。なんだ、ボス戦を期待したのにな。ほっ、お、いいね、こけしに行こう、嬉しい。お、ストーリーのロックが外れた。しししし、魔人の部屋か、面白いところがあったもんだな。チカが異次元になっているとは、またまたつぶやきネタゲットでミス。こりゃ注目浴びそうでミス。それにしてもゾンビ追い払ったり面白い部屋を見つけたり、お前と一緒にやるとほんと退屈しねえよな。俺もマークと遊ぶのすごく面白いよ。そっか、じゃあ太陽、お前は今日か俺の親友だ。親友にできた、親友。あー、よかったね、よかったよかった。太陽くん、エイリアンって呼び方にツッコミは。そうだ、お前らにあれを教えてやってもいいかな。あれって魔人の部屋も面白かったけど、もっと面白いことがあるんだぜ。え、それってどんなことなの。しししそれじゃ時計屋に集合な。え、なんだろう、マック。あー、よし、ようやく来た、ムーンちゃん、ストーリーリンク来た。おっしゃ、ちょっと待って、気まぐれパーリールーム、はいはい。おー、すごい、気まぐれパーリールームの中は無数のゲートが行く手を阻む。ゲートボールを集めてルームの奥へと進んでいこう。1800ももらえるんだ。まあでも地道にあれだね、気まぐれゲートやっていかないとダメなんだと思うけど。おう、ゲートボールが3つ、しかもゲートボールを3つ、何回か入ったことあるけど。はいはいはい、くそー、この奥はちょっとね、長い道のりになりそうですね。3つあるっけ。あ、あったあったあった、はい、セットセット。ドキドキしますね。ミス、これからで時帰っちゃうね、ミス。そうなの、調査は自分でやるのか。よし、じゃあちょ、これだけやっちゃうか、ゲートボール。あ、今4つ持ってるんだ、へえ。あ、今回なんかこんな感じになってる。よいしょ、気まぐれゲート、ちょっと中見てみましょう。へえ、あ、魔人か。4つのお楽しみブース、何言ってるか全然わかんないんだけど、どういう意味。4つのお楽しみブースを攻略して魔人のところに来るのを期待してる。お楽しみブース、ちょっと見てみる、お楽しみブース。あ、すごい、でもなんか雰囲気好きかも、結構4つ、へえ。これどっか入れる部屋ないのかな。あ、宝箱あった、これは取っていこうね。術の秘伝書。あ、でもこの緑の部屋入るにはもう一つなんかゲート開放しないといけないのかな。なんかいけなさそうだね。ち、あ、いけるかな。よいしょ、あ、なんかいける、ここ、ここ入ってみよう。ウェルカーム、魔人か。ここは一つ目のお楽しみブース、気まぐれショッピングだぜ。気まぐれショッピングではショッピングカードで爆走してもらうぜ。ふぅ、ギャギャになってきただろう。マジでカートで爆走か。はい、あ、なんかいるんだけど、なんか、あ、いやー、あ、でもなんか妖怪かわいいんだけど。
ちょっと戦ってみよう。カンペちゃん初めて見た。かわいい、かわいいかも。カンペちゃん、わわ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 わ、よいしょ、戦おう。よいしょ、でお払い。あ、これ結構めんどくさいな、これ潰すやつ。オッケー。あ、お前もか。結構強いのかな。よいしょ、ピヨピヨ。オッケー。倒れろ。オッケー、あと1体。よっしゃー。カートで爆走って言うけど、あ、経験値うま、ありがとうございます。ボロネーゼヨカコーラ。あ、これ当たったらダメなやつな。あ、めんどくさ、めんどくさ。まあいいや、ちょっと時間あるときにやっておこう。こそこそ。あ、後ろに、あ、いるじゃん、なんかボスみたいなの。わー、わあ、まあいいや、いや戻りましょう。ちょストーリー進めたいわ。時計屋の前に行きます。あ、あれ何やってんの。なんでお前ここ野営してんだよ。もう意味わかんないんだけども。まあいいや、ちょっと こんなおばさんはね、放っておきましょうかね。じゃあ、時計屋さんまでね、カットしようと思います。よし、じゃあ着きました。お、マックがいるじゃん。来たよマック。よし、来たな。秘密の場所に案内してやるよ。秘密の場所にゃ、面白そうにゃ。しししちゃんとついてこいよ。はい、見失わない。あー、こっち。はい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 。あ、でもなんかね、ある程度離れると待っててくれるっていう、優しいじゃん。あ、ちょっと待って、宝箱取りたい。宝箱、宝箱、あった。身代わり人形、ちょっと待ってね。あ、ないか。オッケー、ついてく。あ、ちょ待ってーな。ちょ待っちょ待っちょ待っ、こっちで、こっち、ふんふん。お、こっち、コリンヒルズ。あ、そういえばこっち側まだ行ったことないというか、こっち側に道があったんだね。ちょっと待てな。よかこーら、よし、待たせるっていう。ここ、しっかりついてこいよ。いや、いいんですか、私こっち行っちゃって。はい。おう、あ、お前ら、おや、また会ったね。今度は何をしてるんだい。ただの散歩だ。うん、怪しいな。僕の考えではひょっとして、まるだ、今はそんな話をしている場合じゃないでしょ。あいつに見つかったりでもしたら、この子たちは巻き込む可能性だって。はっはっは、心配しすぎだよ。何も知らない子供を巻き込むほどあいつだってバカじゃないだろ。この少年たちなら、この少年たちがあれについて知ってるのは話は別だが、あれを知ってるわけないでしょ。今回のこれは遊びじゃないのよ。あれとかこれとか、なんださっきからあれだのこれだの何のことかわけわかんないデビス。さっぱりだね。とにかく私は先に行こうよ。じゃあね、坊やたち。やれやれ、仕方ないな。おい、待ってくれよ。にゃーん、行っちゃったにゃんね。よくわからねえけど、バレずに済んでよかったぜ。そういえばさっき散歩って言ってたけど、こっから先のことは誰にも見つかったらダメなんだ。特に大人には絶対言うなよ。あ、わかった。なんだろう、マック。あ、でもキュッピーがおるぞ。こっち、あ、なんか秘密基地ってある。ん、ちょっと待って、なにこれ。お、宝の地図、ロジュールハウス。おお、宝の地図、そういえば久しぶりだな。宝の地図見つけたの。ちょっと待って、ここアイテムの方向やん。レインボーリング、ちょっと待ってね。これも空手講座。あ、
あ、ここにもキュウリ。ごめん、マックいちいち待たせちゃ。あ、ちょ、トムッチいるじゃん。ちょ、トムッチ見よう、トムッチ。あ、トムニャ。おー、太陽、ここで待てば会えると思ったみゃん。こういうのんびりしたところでやっぱりあれが食べたくなるみゃん。あれってなんでミス？あれって言ったハンバーガーのことみゃん。ふっくらしたパンとお肉のハーモニーがたまらないのみゃん。ジャポンにはないだろうか、知らないみゃんね。いや、日本のもあるよ、ハンバーガー。みゃみゃん。もぐもぐバーガーを知らないなんてかわいそうでミスね。みゃんとジャポンのバーガー食べてみたいみゃん。え？そのもぐもぐバーガー持ってきてほしいみゃん。よろしく頼みゃん。このグルメツアーもう USA でさ、なくなってるじゃないか。え、もぐもぐバーガーってどうすればいいんだろう。まあいっか。もぐもぐバーガーどこで売ってるんやろ。どうだ。あ、これってもしかして、おい、秘密基地だ。前に探検してた時に偶然ここを見つけてさ、ボロボロになったこの小屋を一人で修理したんだ。しししここまで完成させるのは大変だったんだぜ。すごいすごいよ、マック。しししこのことは誰にも言うんじゃねえぞ。男同士の約束だ。分かった、絶対誰にも言わないよ。そういえば太陽のおじいちゃんも似たようなの作ってたんやね。あー、懐かしい。これはね、あの、皆様気になる方はね、2の世界をやってみてください。ですね。男の子というものはいつの時代も秘密基地に憧れるものなのですよ。よし、それじゃ仲も案内してやるから来いよ。うん。これバレたりしないかな、おいおい。それでなんか友情に亀裂が入ってみたいな。よいしょ。お、いいとこじゃん。どうだ。わあ、いろんなものがあるんだね。こっちの綺麗な瓶は川で手に入れたんだ。この樽は捨てられてたのをここまで運んできたんだぜ。へえ、じゃあこの白いのは、そいつは蛇の抜け殻さ。蛇？しししし、秘密基地の先にある森で見つけたんだ。けどお前に見せたいのはこれだけじゃないぜ。もっと最高な計画を考えてるんだ。まだあるんだ。次は何を見せてくれるの？まあ待てって、外の川のとこに来いよ。へえ、マックの秘密基地。ちょ、上にも行ける、上にも。わあ、すごい。へえ、綺麗なところやな。ちっちゃい子ってさ、秘密基地とかに憧れたよね。外の川のところに来いって言ってたけど、あ、いた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 。あ、トムッチいるところか。太陽、ここで何をするかわかるか。あ、わかった、魚釣りだ。ちちち、そうじゃないんだな。ここは船着き場だ。え、でも船がないよ。だから作るんだよ、俺たちの手で。でもどうやって作るの？そこが問題なんだよな。俺も作ったことはないし。港の漁師さんとかに教えてもらうとか。ダメだ、それじゃあ大人たちにここのことがバレちまうだろ。あ、そっか。ただそうだな、アイデアは悪くないか。確かノースピスタ地区にボートショップがあったな。そこで調べてみるか。うん。わあ、マジか。あー、じゃあ今回でちょっとここで終わりにしようかなと思います。ちょっとね、20分ぐらいちょうどいいのでね。じゃあ次回はボートショップからやっていこうかな。はい、じゃあね、ちょっとそこまで移動しておきましょうか。はい、それでは皆様、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。